それでは次の曲は本当の本当の最後の一曲になります。皆さん一緒に、皆さん分かってるじゃないですか、今日はまだ終わりませんってありがとう。その前に一応もう一段皆さん一緒に盛り上げていただき、ね、していただけると嬉しいなと思います。聴いてください、アシンメトリー。ゆこうる
パート終了となりました。時間を見てください。ちょうど1時10分10分押しで始まったので時間もぴったりというぴったりだー。チェリップの進化が感じられる結構素晴らしい。ありがとうございます。ここからは生誕のパーティーパートが始まるということで、おなんか準備をしていただいてるそうですね。ちょっと準備して有志の方ほんまよろしくお願いいたします。なんか今日またスタンドバナもね用意していただいて、ねえありがとうございます、ね、ずっとね夢だって言ってたんですよね、スタンドバナ。そうそうそう。であの周年の時とかにね出していただけたらそれでハッピーにと思っていたら個人の生誕にもねスタンドバナが立つようになりありがたい限りでございます。もう涼しいね。今年何があるんでしょう。ミンもね聞いていないのでねドキドキですけれども、ちなみにミオンはもう前に誕生日プレゼントあげましたね。もうろたもうろたけど言うはない。なんで言わんのかい。あよよよよよお、まずあそこに見えていくものはケーキの登場ですかな。ミミ来ました、来ました。お、おいしそう。お、すごい、おしゃ、おしゃケーキが来た。おでこ全開。おお、レコ、サンキュー、ありがとう。おいしそうなケーキですわ。おうちだ。これじゃあみんなからちょっとうちの運営スタッフ代表が写真を撮りますので必ず必ず公式にあげますので、まだまだ必ず公式にあげますので、あの写真はじゃあまずケーキとまゆの写真を撮ってください。代表運営が代表して撮りますゆえみんちょっと真ん中で、いやここからでしょ、ここから。え、一人嫌だわ。なんで食えるやつだな。じゃあ火をつけたバージョンでも撮ってもらいましょうか、はい、つけたい、つけたい。チャックも出す。つかん、あ、来た。火強くね。ちょっとローばっかり溶けてますけど、いつくさん。いや、その青いところでね。あ、そう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 、青いところで色が色できたんですけど、本当だ、かわいい。緑で燃えてる。すげえ。なんそれ。え、そうだ。あ、本当だ。洒落た、洒落たろうそくだな。最新や。前の顔燃やしちゃった。やめろ。え、お、すごい。じゃあ誕生日ソングを先に歌いましょうか。写真、写真撮って。先に写真撮って。火がついた状態で。じゃあハッピーバースデー歌いますか。ほんじゃあ行くよ。じゃあ行く、あんたが出した。せーの。ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ほゆちゃん。ハッピーバースデーとユー、よっしゃー、ありがとう。ありがとう。お、そしてわー、ガールズから花束と、そしてみんなから集めたメッセージカードが贈呈されますね。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。応援していきます。ありがとう、ありがとう。そしてメッセージカードですね。誕生日おめでとうございます。これからも応援していきます。頑張ってください。ありがとう、かわいい。ありがとう、ありがとう。本当にもろてもろて、こんなにこのもろた状態
交代でも写真をお願いします。ちょっと写真をお願いします。このもろた状態で。でも今いらん。オーケー、飛ぶやつなんだ、すごい。もう、そう、じゃあ全員で記念撮影もねしましょう。じゃあ皆さん前にこう集まっていただいて、こうですよ。じゃあちょっとこの辺にギュッとね集まっていただいて、そんないいカメラじゃないのでちょっと後ろの方までなかなか映らない可能性ありますので。ありがとう。オンタイムがあるの。うそ。じゃあみんなこの辺で、ね、この辺からちょっとこっちに、ね、行ってね。イエーイ。じゃあいいですか、後ろの方々入ってくださいよ。ちゃんと自分でカメラが見えてる。自分でカメラ見えてなかったら映せないぜ。そうだなじゃあ行きましょうか。メートル行きますよ。はい、まゆちゃん、もう一回。はい、まゆちゃん、はい、ちょっともう一回引き気味でも撮る、念のためにね。映ってない人がもしかしたらダメで、ね、じゃあ行きますよ。はい、まゆちゃん、もう一回。じゃあ声を揃えて、はい、まゆちゃん。かわいい。なんでかわいい。何やねんそれ。キュートやな。若返ったわ、なんか。ありがとう。じゃあなんか食べさせるらしいけど。オッケー。どの部分がいい？あ、みんなに？違うわ。なんで？あ、自分に？え、でもこれチョコレートじゃね？自分食うべきじゃね？やっぱこのプレート。このさ、やっぱ23歳を超えていく、23歳の自分を超えていくという意味で。食べさせるらしいけどって、どういう情報やねん。なんかオンタイムって言われたから。オンタイムって言われた。よし、端々で食べるしな。いや違う、ミオがアンするんだ。はい、取れてますか。カメー、いやー、おいしい。これはなんて言うんだろう、これチョコやない。変わった素材のもの。グミじゃなくて、ガムのぐにゃぐにゃしなくて甘くてちょっとホワイトな味。ホワイトな味。おいしい。想像と違うかった。じゃあ戻します。さようなら。めっちゃこれ美味しそうじゃない、このケーキ。すげえチョコチョコしい。誰これ選んだの。みんなでだね。そうだね、ありがとう、ほんまに。あ、このチョコめっちゃ美味しいわ。これ、うん、これチョコなの。いちごの味する。ちょっと食べたけど。本当だ、うまい。作ったいちごの味じゃなくて上品な。うん、戻すなよ。ありがとう、食べよう、早く食べよう。早く食べなきゃ。あ、じゃあこれはちょっと冷蔵が必要かな。あ、酸っぱい。冷蔵。何か他にある？オッケー。ありがとう。付け戻しても大丈夫？私や。じゃあお願いします。お願いします。ありがとう、ありがとう、すまないね。いや、それな、ほんと。まあ、ちょっと食べれたからな。はい、よかった、まあ、それでよかった。皆様、ありがとう。オッケー、超いい時間だね。超いい時間だねって。超いい時間じゃん。超適当です。お、風で。そうそう。
じゃあこの他に式典ごとはございませんか。大丈夫ですか。式典ごとっていうのはあれですけど、いや何かみんなの手にサイリウム的存在が用意されているので、これはもう一曲え、マジで歌えという流れですかね。歌って良いですかな。何が聞きたいですかな。歯に詰まってる。歯に詰まってる。歯に詰まってる。何がいいかね。何がいいの。まあもうアシンメトリか希望シンフォニーしかないんだけど、繋がってないトラックがないんだけど。アンケートまた取りますか。どっちがいいのあなたは。え、あ、まゆさんもどっちですか。え、どっちがいいの。希望シンフォニーかな。おーとか言って希望シンフォニーで行きましょう。でもね、今日の希望シンフォニーはね、すごかったね。もうすごかったね。ねー、すごかった。みんなで前さん。え、すっげー揃っとったの。そう、揃っとった。で、昨日も言ってたんだけどさ、みよ、最後のさ、おい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 、話さな愛のさ、おいおいおいがみよもやりたいんだけど。じゃあやりなよ、やりなよ。今しかできない。ハモってる。あ、ハモってるからさ。そうだった。おいおい、ま、できないからさ、ちょっと誰かみよのパート変わってやってって思ってて。できるんちゃう誰か。そう、ハモちょっと難しいしね。そうだそうだ、そう、気合いとったな。歌っとるんだった。そう、あ、そうだそうだね。なんか今度誰か歌えるよって人が現れたら、ちょっとその部分だけ、2番のそこが来たらマイク渡すか、みよみとおいおいおいさせて。謎の空間頼んだよ。じゃあみんなポキポキした。これ急につかないからさ、お力がある。すげえよ。まあみんなプロかも。まぶい。おお、すごい。色もちょうどなんかあれじゃない。希望いいね、本当はね。コロード、ガイナーレもめでたいし。本当だ、ちょうどいい。持ってない人いる。持ってない人いたらアピールを頼むよ。みんなが振ったらわからんわ。みんな持ってるわ。オッケー。じゃあ持ってる、いきますか。はい、これすごいよ、多分これみんなでおいおいおいしたらめっちゃおいおいおいだよ。すごいよ。めっちゃおいおいおいってどういうことですか。そうだそうだ。じゃあそうそう、これはすごいいい希望シンフォニーできそうだわ、今からすでに。いますか。ちょっとなんかすごいよかったね、まゆちゃん。ありがとん。あ、気をつけな、ほんとに。でもまあ本当の誕生日よね、11日で。これが23歳の最後、まゆさん歌い納めになりますので。あー、ほんとだ、寂しいな。23歳のチェリップ、23歳最後のチェリップライブ、そして希望シンフォニー歌い納めでございます。皆さん最高の希望シンフォニーよろしくお願いいたします。それではラスト、みんなで楽しんでいきましょう。聴いてください、希望シンフォニー。希望シンフォニー来たI'm not afraid of the dark.
行くべき場所へ行く人、誰かをずっと待ち続けてる人、たまにほんの少しだけど羨ましくなるよ。眠れぬ夜の果てで時計の針せかされて、自分の形が見えなくなっても、ここじゃないと僕はもう生きれないからね。今日ちょっと前生誕さんに皆さん来ていただけて本当に嬉しかったです。皆さんとねまた楽しい時間来年も定期作っていこうと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。またサイリウムとかね使ったやつとか回収とかもあると思うの で、アピールして、そして綺麗にねあのラフドさんお貸ししたいと思いますので ご協力をよろしくお願いいたします。今日ねまたバッパンのプレゼント前に渡したりとかがまだある方でちょっと時間かかるかと思いますので、お急ぎの方とか先にお知らせいただいて早めに並んでいただくようにしていただけると途中で時間やばくなった方とかもいらっしゃいました。多分途中で行っていただいたら、まあ、チェリップの現場治安がいいので割り込めるぜ割り込めるぜ譲っていただけると思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ、ちょっと前になりますけど今日披露しているカッシー、そして我らがラフド店長冬さんが誕生日を迎えられました。おめでとう、おめでとうございます。今日知った方とかまた後日でも誕生日を受け付けていると思います。ネットのウェルカムだと思いますので、そうそうそう、良ければ2人にもプレゼント差し入れなどお願いします。では今日最後もエンジンで締めていきたいと思います。皆さんお手を拝借してもよろしいですか。では OK サインでねビラーと振りますのでチェリプーでよろしくお願いいたします。それではいきますよ、いいですか。はい、もう準備できてますね、バッチリですね。じゃあまゆさん最後一言言っていただいてそれからビラーを振っていただけますか。Everybody say yeah!終わり練習でしょ、今の練習でしょ、今の練習で、ありがとう完璧誰もついてこれねえよマジ何も考えてる、マジやばいなこれ、これやばいよ本当。最後23歳ありがとう、24歳頑張るコメントですよ。ああ、何やに23歳頑張るコメント OK、 じゃあ、ね、23歳はもう頑張ったから24歳、そうそう、じゃあね24歳はね500万食べます現実的頑張ろうありがとう。今まだ3000円ぐらい
ほんまに。いやまだ全然わかんないよ。だってちょこちょこ食べることじゃないかもしれない。もしかしたらボッカーンってなってめっちゃドーンって入ってくるかもしれない。宝くじとかね。そうそう、いやじゃないかもよ。アイドルで来るかもしれない。それはすごい。これほんと何があるかわからんって言っとったよ。マイケル・ジャクソンが。マイケル・ジャクソン。あとジャスティン・ビーバーも言っとったよ。それでで前もはーいと思って。比較対象がでかすぎてね、もうなんとも言えないですけど。そうそうそう、言ってたから。24歳の目標は、うん、500万円を食べること。食べること。はい。いやそれ、はい、個人のやつだ。なんかもうちょっとみんなにも分かりやすい、みんなとも共有できるやつ一丁頼むわ。あー、じゃあね、インフルエンザにならない。どう？どう？ね、みんな共通していきましょう。だってみんな共通ってないもん、男女だし。いや、男女だし。あれじゃん。ワンマンライブ頑張るぞとかそういうの求めてる。ワンマンライブあるんだった。じゃあワンマンライブ空席なし。おお、これよかったんだ。遅い。これ言えばよかった。気づくのが遅い。そうですね。でもね、本当になんていうのかな、こじんまりとしたホールで真ん中に通路があって、ね、席みたいな感じで、うん、まあ、200席くらいですから、ちょっと頑張って行きましょうと。で3月22日のね、金曜日で、まあ、平日夜ではあるし、さらに年度末といういろんな条件が重なってはいるんですけれども、まあ、今からだったら開けれる可能性あるかもしれないし、その日にもうあるって分かってるから仕事をね、こうなんとかやりくりすることもまだ可能ではあるかと思いますので、まあ、ちょっと可能かなっていう方、ご一行いただければありがたいなという感じでございます。でもね、どうしてもやっぱり無理な人とかも、家を開けれないみたいな人とかもね、もちろんいると思う。そういう場合はあれですよ、2月にサマータイムシンデレラを作ってくださったつるさんとのツーマンライブがありますので、そちらはちょっとね、ぜひ応援しに来ていただきたいなと思います。曲調もね、こういう感じで踊れる曲がつるさん多いですので、絶対好きになっていただけると思いますし、あと純粋にね、多分お客さん同士の相性もすごいいいと思うので、ぜひちょっと集まっていただけたらなと思いますし、あとはまあ直近になりますけど、クリスマスはね、新潟に行くそうで、まあ、まだ予定空いてるよって人はチェルプとクリボッチ回避していただけたらありがたいなと思いますし、まあ、その他もまたイベントどんどんある予定でございますので、しっかりちょっと情報出るたび告知もしていきますので、チェックをしていただければありがたいなと思っております。まずはまあ忘年会みんなで来週だ。そう楽しんでいけたらなと思います。そう、来週まで覚えとかんといけんってことで。そうですよ。まゆさんなら、24歳のまゆさんならできると思いますので、皆さんそれも楽しみに、来週、そして2019年も、ね、はい、会場でお待ちしております。よろしくお願いします。では改めていきますか。ちょっとここが長くなりましたけど、手を OK さんにしていただいて。まだやってなかった。そう、やってない。ちゃっかり。じゃあいきますよ、まゆさんお願いします。 We are cherryこのセットリストも、あの、これ誰かちょっと物販会場よろしくお願いします。他はないです。今日は1枚です。